飯塚市。飯塚市は、福岡県の中部に位置する市で、筑豊三との一つに数える。筑豊で最大の人口を要し、筑豊の政治、経済の中心機能を持つ都市でもある。また、福岡市、北九州市、久留米市に次いで、福岡県内で4番目の人口を要する。飯塚都市圏の中心都市であり、筑豊地方、河半山地区の中心都市でもある。 福岡県の中央部に位置する筑豊地方の中心都市で福岡市の東約3 5トル、北九州市中心部の南西約4 0トルの場所に位置する。地域中央部を一級河川の賀川が流れ、この付近は市街地を形成している。地域西北部から西部西南部にかけて三群山、9 3 5 9ル、戸石山、 828メートルなど400から900メートル級の山々は連なっており、三群山地と呼ばれる山地を形成している。地域東部にも200から300メートル級の山がいくつかあり、小さな山地を形成している。よって、地域中央部から北部は山に囲まれた盆地となっている。地域西端部の八木山峠や小家、古市、地域南端部の冷水峠は、 道路が整備されるまでは交通の難所であった。盆地のため夏場は気温が上がりやすく暑く、冬場放射冷却現象が強く最低気温が氷点下の冬日も多い。統計期間1981から2010年の現平年値での冬日は32.2日。全国的にも 特に雪の少ない福岡市とは全く違い。1972年から2001年の30年平均の年降雪量、最新積雪量は 17cm、6cm と、京都市の島市街地と同じ程度あり、九州北部の都市としては同じく内陸に位置する大分県日田市と並んで、雪が多い。近年では2018年2月6日に 12cm、 2016年1月25日に1 5トル2010年1月13日に1 7トルの積雪を観測、委託積雪の飛行記録しており、寒波が来ると市街地でも積雪することが多く1 0トルを超えることもある。過去に2度、年光節量が1ルを超えたことがあり、 1963年の 185cm、1968年の 118cm、特に1963年、昭和38年号雪置の 185cm は、関東以前の太平洋側平地干渉で現在でも最多の年降雪量記録となっている。果樹内人口密度は1249.1人、km メとなっている。 音賀川水系の肥沃な中石平野で、弥生時代より稲作が行われ、各地に古墳が点在する。縦岩式石傍町の製作工場跡や人骨を収めた亀缶が話題を呼んだ、亀缶母群等で有名な縦岩遺跡がある。日本国内での中道技術発祥の地としても知られている。筑法地域。現在の地域に長崎街道が整備された。 現在の市中心部に、飯塚宿が、市南部、旧、筑保町町域に、内野宿が整備され、それぞれ宿場町として栄えた、筑前国内区間には全部で6カ所の宿場町があり、筑前六宿と呼ばれた。この頃から、農業中心から、商業中心になってきた。近代に入り、石炭がエネルギー資源としての利用価値を帯びるようになると、石炭発掘が盛んになり、 周辺一帯は筑豊丹田と呼ばれ発展し、国の基幹産業となった。飯塚市は筑豊地域の中心部となり、全国各地や外地から多くの炭鉱労働者が移住し、人口が急増した。しかし、戦中戦後の乱屈と昭和30年代のエネルギー革命によって、石炭産業は衰退し、炭鉱の閉山による急激な過疎化が進んだ。 近畿大学や九州工業大学が飯塚に、キャンパスや、付属高等学校や、付属地園を設置して以来、飯塚は学生を中心に人口が増加し、過疎化は止まった。しかし2000年代に入り、人口は再び減少に転じている。なお、旧ホナ町とは、8回にも及ぶ合併案が出たが、すべて破断となっている。平成期の合併案は実に9回目であり、 ついに実現に至った。参考、昭和に学ぶ合併物語一イ塚、ズカ、コナミ回の破断を重ねて、合併して、福岡県下四番目の都市になったが、一部地域では、未だに電話が、市内通話対応されていない。炭鉱跡地に、工業団地を造成し、製造業の誘致が行われている。また2003年4月に、イ塚ズカアジア IT ト区クと呼ばれる。 経済特区の指定を受け、地域北部の幸い袋地区に、先端産業向け工業団地、飯塚リサチパークが建設されており、市内の九州工業大学と連携して、先端産業の育成を図っている。福岡県立加保高等学校付属中学校2015年4月1日開校、高等学校も併設している。駅は、九の中心駅であり、 名目上の中心駅は、飯塚駅だが、市中心部や市役所は新飯塚駅が最寄りである。飯塚市を通っている、鉄道交通の中心は、福北豊川線で、主に北九州市の主要駅、文字港駅、小倉駅、黒崎駅、折尾駅から、鹿児島本線を出発し、筑豊本線を経由、桂川駅から、笹栗線に乗り入れし、 博多駅を終着駅とする電車が主流となる。直方駅や折尾駅で乗り換えが多いなお、博多駅や小倉駅から折り返し運転である。高速道路なし。最寄りインターチェンジは、九州自動車道若宮インターチェンジと、福岡インターチェンジと大分自動車道筑後、小郡インターチェンジ。福岡 IC からは、八木山バイパスを使い、筑後小郡 IC からは、 冷水トンネルを使うと便利。山口、北九州方面からは、八幡インターチェンジと北九州高速4号線、混合出入り口から国道を200号を使うと便利。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。